C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎忠です。今日はショートからボブへ伸ばしていこうとしている黒髪のお客様、どのようにカットするか見ていきたいと思います。今最初にやっているのはアウトラインを切っているのではなくて内側ですね。内側の癖の強いところをこれ50波のセニングで丸で取っちゃってる感じになります。ということでお客様にもここはめちゃくちゃ大事なところですよっていうところを伝えて、まあ、真剣な顔で切るというのがとても大切です。気づいた方は気づいたかもしれませんが、実はですねこの感じでスパッと結構切れないんですよ、ハサミ。これはですねスニップスさん、新潟のですねスニップスさんから買いました。光で作ってるスリットが入ってて全く逃げないハサミですね。非常に切れるんですけども、非常に難しいハサミでもあります。ごまかしが効きません。どん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 上から落としていって、一応3ブロックで分けてるんですけども、上の方はショートなので短いんですよ。ですから上から落としてもほとんど出てこないんですけれども、逆にですね指を上げたりとかしてしまうと、まあ、少しでもグラが入ってしまうので、なるべくグラが入らないような感じで指を上げないでノーテンションで今回切ってます。で、分かったと思うんですけども、最初からドライでカットしてます。バックからサイドもつなげていくんですけども、イメージは床と平行、まっすぐのボブを切るようなイメージでサイドにつなげていきますね。ここはですね、コームでこうギュッと引っ張ったりとかしてカットしてしまうと、大体の場合には前上がりになってしまうので、本当に下に落ちた自然なところで、毛先からちょっとですね、カットする程度で終わりにしています。
アウトラインを決めたりレイヤーの高さを決めたりとかするときは大胆にバツバツと切るんですけれども、インナーチェックとか細かいところはじく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 と嫌なやつみたいにこうしつこくしつこくしつこく攻めていく、何度もコーミングして出てくるところをしつこくしつこくチェックしていきます。今セニングに持ち替えました。今はですね、何をしているかっていうと全体の量感を取るというよりは毛先がこうバツって整えたところを柔らかくぼかしているイメージでセニングを入れています。これでカットが終了になります。カットタイム的には10分ぐらいだと思いますね。そして前髪を後から切ってトータルで15分という感じになります。では伸ばしているカットで何が大切かというとですね、伸ばしている段階でも定期的にメンテナンスが必要ということと、すごく大切なところがあるカットってですね、伸ばしていく段階でカットするところですごく大切なところがあるというのを伝えながら真剣に切るっていうのが大切なんです。そうすると伸ばしてるだけだから、まあすくだけでいいやみたいな、それ一番危ないじゃないですか、伸ばせなくなってしまうので。だから大切なのはこういうことだよ、こういうふうにしていくと伸びてくるよ、次はこうなるよっていうのをですね、常に常に伝えて、まあ、2ヶ月以内に伸ばしていてもカットに来てもらうというのが大切。そして2ヶ月以内にカットをしてもスカスカになりすぎなかったりとかする技術も大切ということです。仕上がりはこんな感じです。黒髪なので割とですね、重めに見えますけど意外とですね、軽さは出てます。ただ一回一回のカットでスカスカになってしまうと伸ばしている段階で本当に軽くなりすぎてしまうので、セニングは最小限にとどめています。だいたい肩口ぐらいまでのボブまで持っていきたいという私とお客様の希望でカットしてます。この動画良いと思いましたらグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。